はい、フェアウェイウッド基本レッスン1、ステップ1に入ります。このステップ1では腰から腰の動きを、しっかりと綺麗に振るという練習をしていきます。このインパクトゾーンと呼ばれているラインがフェアウェイウッドは非常に重要になってきます。このインパクトゾーンでクラブが鋭角に入りすぎてしまえばダフったり、またボールを上げたいからって言ってこういう風に作ってしまうとトップしてしまったりと、様々なミスになってしまいます。このフェアウェイウッドはインパクトゾーンでなるべく地面に近いところを長く平行に動く動きを作れるかどうかが安定したショットを打てるかどうかの鍵になってきます。なのでまずは腰から腰のスイングをしっかりと練習をしていきます。まずテイクバック、地面を吸うように上げてください。いきなりこのように上げてしまうと鋭角に降りてきてダフリになってしまいます。なるべくテイクバックを地面をするように長く低く長く持ってくるように意識することで、このインパクトゾーンのラインが平行に動きやすくなってきます。フォローでも同じです。低いラインになるべく触れるように意識を作っていきます。これは NG です。低いラインで打っていけるかどうかがポイントです。このステップ1ではこの素振りでこの芝生がする音を腰から腰でしっかりといけるかどうかですね。ダウンスイングの時に芝生を擦れない、また戻す時に芝生を擦れないというのは前傾角の起き上がり、また腕の曲がったり手で打ってしまったりといった原因になってきます。まずはこの腰から腰で芝生を擦る音を聞く、それができましたら腰から腰で打つ。という形で打っていきます。素振りを何度も繰り返してこのイメージで腰から腰で打つ。この練習をひたすら繰り返します。手首を使わずに、手先を使わずに体を回して回す。はい、ステップ1でやっている今この腰から腰の振り幅というのがフェアウェイウッドでは非常に重要なポイントになってきます。ここでしっかりとまっすぐ打てるように練習ができましたら、次のステップへと進んでください。以上でステップ1を終わります。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。随時新しい動画レッスンを公開していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。